源氏一品経は源氏供用のために作られた岩文の一つである。平安時代末期から鎌倉時代にかけて、源氏物語の作者である紫式部や、源氏物語の読者たちを供養する源氏供用という行事が行われ、そのために様々な願文、漂白文が作られた。源氏一品経とはそれら岩文の中でも代表的なものの一つであり、 源氏一品行漂白と呼ばれていることもある。大原三千院象像の十玉章に含まれており、1168年頃、阿久一長剣によって作られたとされる。この源氏一品境は、漢文体で書かれているが、同種の願文で和文体で書かれているものもあり、和文体による願文の代表的なものには、長剣の個性格が作ったと伝えられる、源氏物語漂白がある。 下記のように、仏教思想の中では作り物語は最下層の存在として位置づけられており、さらに源氏物語をはじめとする物語にはしばしば男女間のやりとりが描かれていることからこれらを罪深い愛欲の書であるとし、このような物語を書いた紫式部は地獄に落ちたし、またこのような物語に感暦した読者もそのままでは、やはり地獄に落ちてしまうという言説が生じることになる。 源氏供養とは、そのような作者と読者とを救済するために行われた供養のことを言う。後に、これをモチーフにして、物語や脳、浄瑠璃など様々な作品が作られた。これらの作品の中にも、源氏一品行に類するものが含まれている。このような思想は、源氏物語の起こりなどで描かれた、源氏物語が、ふっつの導きで描かれた、さらには、 作者の紫式部が、ふつの化身であるといった思想とほぼ同じ時期に生まれたもので、この両者は一見正反対のようでありながら、仏教思想の下で源氏物語を理解しようとするといった本質的なところで近い性格を持った、表裏一体の思想であると考えられている。本来の一品行とは、北っけ一品行ともいい、北っ教イコール妙法蓮華教の著者の一方法。 ないしそのような方法で書者した、ホッ行のことを言う。全体で28の部分から構成される、ホッ行の各一巻に、助章的な役割を持つ、無料、義経と、抽象的な役割を持つ、官府原行を合わせた合計30巻を、数とが一品ずつ分担して、諸者供用することによって行う。ホッ行書者の中で最も丁寧な、書写方法とされている。 仏教思想に基づく様々な書き物の,の価値の階層はといったいくつかの基準を組み合わせることによって仏典外転主将た若歌物語という序列を形成しこの結果物語は仏教思想の中で最下層の存在として位置づけられることになる。現時品行では現時物語五十四条をホッケ行になぞらえてホッケ二十八品と同じように二十八条に 数えているが、そのため並びの巻き18条を本館に含めて数え、さらに、宇治10条1条として数えることにより、結果以下のように、源氏物語全体を28条と数えていると考えられる。なお、この他に、源氏物語54条を、字句60曲と呼んだり、律、編目39編と呼んだりする記述も含まれている。60と呼ぶのは、 天台六十巻になぞらえて、現行の源氏物語には、現在知られている五十四条の他に隠された六条が存在するという源氏物語六十巻説に基づくとみられるが、三十九とするのはどのような理由によるものなのか不明である。ありがとうございます。